これは。ビル、こんなサプライズもある。アナザーは壊れちゃったの？ああ、こうなるように設計していたんだ。いざという時のためにね。ママの残したアナザーが悪用されるくらいならこの方がいいんだ。パパ、ビルと話をつけてくる。アシュエ、君はここで待ってて。絶対に嫌だ。私も一緒に行く。危なくたって構わないよ。もう待ってるのは嫌なんだ。アシュレイ、分かった、一緒に行こう。最終章に突入しましたので、ここで登場人物の情報を確認しておきたいと思います。船長のことは忘れてしまいました。T、ありがとう。どうしたの？ D と一緒じゃなかったら私ここまで来れなかった。それにきっとパパも助けられなかったと思う。だからありがとう。うん、これからビルと話してジェシカを助けたら、今度こそ D の記憶を取り戻さなきゃね。D が全部思い出すまで私どこまでも一緒だから。うん。ねえパパ。あ、ごめん。何？
君からどうぞ。ビルとはこの島でずっと一緒に研究してたんだよね。ああ。友達だったの？そうだよ。なのになんでこんなことになってしまったの？私にもわからない。だからこそ彼に会って向かい合って直接話さなきゃいけないんだ。ねえ、パパの方はさっき何言いかけてたの？あ、いや、聞きたかったのはそのエレベーターに乗る前、君が誰かと話していたような気がして。ただの独り言。そうか、独り言か。暗くてなんだか怖い。足元に気をつけて。ビルはこの先にいるはずだ。アシュレイ、先に行ってビルの様子を見てくる。ここで待っていてくれ。出したんだ。僕ここに来たことがある。この洞窟に？うん。僕は中庭を通り抜けてこの洞窟まで逃げてきた。逃げてきた？誰から？それは。トーマス、なぜだ？なぜ分かってくれない？どうしても金がいるんだ、あの子のために。遺言状をすり替えてくれないならこうするしかない。やめろ、トーマス！ダニエル、見たのか？走り続けたんだ。ビル、やってくれたな、リチャード。11年もかけてようやく完成したアナザーを破壊してくれるとは、一体どういうつもりだ？君こそどういうつもりだ？アナザーのデータをどこに送った？いつから気づいてたんだ？
俺がアナザーのデータを売ろうとしていたこと。君に完成の予定を知らせた時だ。あの時から君の様子はおかしかった。それであんな小細工をしたというわけか。アナザーキーを隠し、ダスにあんな機能をつけてアシュレイに送ったりと。ビル、心配はしていたが、最後まで君を信じていたんだ。いや、信じていたかった。君はサヨコと私が生み出したアナザーの一番の理解者だと。またサヨコか。お前の青臭い理想論にはもううんざりだ。今の音は？またアシュレイを置いていったパパが心配です。次は本気だ、リチャード。ビル、私にはどうしても君が金のためにアナザーを悪用するために協力してくれたとは思えない。話してくれ、君の本当の心の内を。リチャード、話したところでお前には分かるはずもない。俺が抱える葛藤も宿命も、そしてサヨコへの。パパ、アシュレイ戻れ。いいところに来たアシュレイ。これから面白いものを見せてあげよう。やめろ。さよならだアシュレイ。こんなことをして何になるんだ。そうだ、私見たんだ、クローゼットの中から。全部思い出した。あの夜、ママを撃ったのはビル、あなただ。まさかアシュレイ、お前があの時のことを覚えていたとは。ビル、お前だったのか。そうだ。どうしてサヨコを、なぜサヨコを殺したんだ。サヨコが俺たちを裏切ったからだ。どういう意味だ。サヨコは君を裏切った。リチャード、知らなかったのか。サヨコは俺たちの仲間だった。え、アナザーは当初から研究所の中で秘密裏に進んでいたプロジェクトだ。俺とサヨコは所長から選ばれたその推進メンバーで、お前は俺たちに選ばれたただの研究員だった。何も知らなかった。しかしプロジェクトがようやくうまくいきそうになった時、サヨコは俺たちを裏切って、リチャード、お前と一緒にアナザーの論文を封印し自宅に隠し込んだ。あの夜、俺はサヨコに最後の通告をした。サヨコ、論文を渡せ、そして
俺たちの元へ戻れと。でもサヨコ、お前を選び俺の希望を拒否した。さらばだアシュレ、君との親子ごっこは楽しかった。アシュレ、どうしてこんなことに。パパ、パパ大丈夫？私のことなら心配いらない。でもパパ悲しい目をしてる。11年前サヨコの葬儀の後、私は偶然見た。ビルが一人で白い花束を抱えサヨコの墓に立っていたところ、その時の彼の横顔があまりに深い悲しみに満ちていたから、私は彼に声をかけることができなかった。もしかしてパパはビルが犯人かもって思ってたの？いや、彼がサヨコを殺したなんてことは一度も思ったことはない。パパ、これからどうするの？ビルが何をしたか確かめなくては。ビルはあそこの PC からデータを送っていたようだな。